こんにちは、シュウです。今回は新キャラの情報が来たんで見ていこうかなと思います。で、最初ね、このパーティーの並び順見た時、パズドラってストーリーあるじゃないですか。で、結構ストーリー関連のモンスターが多いなと思って、ついにあのストーリーダンジョン今開発中らしいんだけど、それの新キャラかなと思ったんだけど、このリーダーの名前がなんとかの竜騎士レーベン。なんでイデアルガチャの新キャラだろうね。いや、ストーリーダンジョン私結構楽しみ。8月ぐらいまでに来てほしいなっていう願望がある。で、リーダースキルが火水闇を同時に4個以上消すと16倍、なんかすごいよね、倍率の表記。16倍、2コンボ加算、闇属性全パラ 1.5倍。んー、どうだろう、意外とね強いんじゃないかなと思ってる。ただリダフレレーベンレーベンだと4個以上消すのがね厳しいと思うんだよ。なんで 7×6 と組み合わせるのがいいのかなっていう感じがある。で、潜水がねすごい相性いいと思う。リーダースキルが全ドロップを火水光闇、さっきのリーダースキルの火水闇と色も相性いいし、リーダースキルが 7×6 マス8コンボ以上 3.5倍、4色以上軽減攻撃 3.5倍。なんで結構センスいいと思う。だから結構ね強いんじゃないかなと思う。で、この今出てるカウティックスピアがこのリーダーのなんとかの竜騎士レーベンのスキルだね。 HP が1になる2ターンの間ダメージ吸収と属性吸収を無効化する。スキルもね強いよね。2ターンの間ダメージ吸収無効のキャラがライザーと、あと陸空カムイの武器、まあ陸空カムイ、それとなんかいたかな、もしかしたらあと1体いたかもしれない。なんだけどほとんどね持ってるキャラがいないんだよね。なんで貴重だと思う。あとこれリーダーで使った時になんかリーダー自身がダメージ吸収持ってるとサブにね、まあ入れなくてもいいと思うんだよね、ダメージ吸収。なんでそういう場面でも結構いいなと思う。で、テムペートオンブル、これが右から2番目のキャラだね。新キャラかな。一旦の間受けるダメージ半減、一旦の間木と闇属性の攻撃が2倍で、次回ね使用可能まで8ターン、スキルマが8ターンなんだよ。8ターンで半減とエンハンスできるのは普通に強力だなと思う。ただパズドラで半減しつつエンハンス欲しい場面って今現状そんなない気がするんだよね。どっちかっていうと半減だけの方が使い道ありそうじゃない。半減でゴエモンの先生耐えるみたいな。だって悪くはないんだけど、今んとこ半減とエンハンス両方欲しいなっていう場面がそんなに見当たらない気がする。ただ覚醒スキルとかもね、まあどうなるか分かんないけど、それ次第だと全然、まあ、使われる可能性はあるんじゃないかなと思う。はい。